先生、ちょっと時間もらうよ。いやー、春だねー。気温も暖かいし、日差しも穏やかだし、お昼寝したくなっちゃうのも仕方ないよねー。ってことで、おじさんはもう一眠り。星野先輩？うわ、ののみちゃん、何かいいことでもあった？じゃじゃーん！おお、月刊アクアホビーの新刊！本屋さんに立ち寄ったら売ってたので買ってきました。どうぞ、星野先輩にプレゼントです。